始まった。こんばんは、こんばんは、こんばんは。あ、もう今日は先にあれやっとこう。ハッシュタグ、ハッシュタグ、まあもう、あれ間違えた。投稿する。これを押しっぱなしにして、あれ？コメントを固定。オッケー、お疲れ様です。福岡からこんばんは。あっち。うん。ちょっとね、風呂上がりダッシュで風呂入ったから暑くなっちゃった。ふう。さあ今日は。ライブで福岡にいますよ、今。あっつだ。ダッシュで風呂入っちゃったから汗かきそう。こんばんは。あ、今日ライブ見に来てくれました。ありがとう。そう、これはホテルですよ。ホテルで今は一人でインスタライブやってます。うん。ふぅ、暑いね。でも福岡今日なんかすっごい涼しい。だいぶもう季節が変わってきたのかな。あちうん、そうそうそう。まあもうそろそろハロウィンだしね。ちょっと雰囲気がね、ちょっとハロウィン仕様にしてみましたよ。うん。皆さんは今日どんな一日でした？あっち。疲れた。今日はね。疲れたな。そう、ちょっとね、髪型と髪色変えたんですよ、私め。今年はもうハイライトとか入れなくていいかなって思ったんだけど、気づいたら入れちゃってたね。どうですか。もうお風呂上がりだから、もうほんとただのサラッサラになっちゃったけど。あれ、はあ、そうそう、ちょっとメッシュかな、うん、入れましたよ。くすんだ色で、うん、ちょっとなんかもみあげがね、なくなっちゃった。あちぃ、暑いです、暑いです。ピンですよ、もうお風呂上がったんで。うん、ちょっとね、お風呂上がりだから赤いかもしんないわ。ポカポカしてるから今、うん、肌荒れてるかな。やっぱね、季節の変わり目ってさ、肌荒れません？俺結構敏感に出ちゃうタイプなんですけど。うん、俺は結構髪プチプチが出ちゃうな。なんか出来物とかはないんだけど、なんか赤い感じになっちゃう。うん。みんなね、季節の変わり目はね、お肌も体調もね、崩しやすいよね。うん。前髪もうちょい切って、いや結構今短いとか、セットしたらね、そうそうそう、もうセットしたらいい感じになるような髪型っていうのかな、にしちゃってることが多いんだよな。セットすると前髪全然上に上がるよ。
今日は早く寝てくれ。まあまあこれやって寝ますよ。ゆっくりね。あっちー。いやいや福岡なんか美味しいもの食べたいな。福岡のなんか可愛くない？なんか持ってきてくれた。もうすぐハロウィンだからね。ん？何？後ろって何？誰もいないですよ。だって私今日一人ですよ。うん、後ろ誰もいないじゃないですか。なんか見えちゃってる感じ。うん、後ろいないですけどね。どうした？なんか見えちゃってんのか。誰もいないですよ。後ろもうみんな後ろ見て。やばいよ、逃げて。え？あんま怖いこと言わないでくださいよ、ちょっと。後ろ誰？いるよ。いないですよ。ここだって私の部屋ですよ。うん。みんなも今日は疲れてんのかな、ちょっと。なんか福岡、ちょっと外でご飯とか食べたかったな。基本はもうホテルに直帰ですからね。うん、観光とかは基本ないですよ。うん、終わってホテル帰ってちょっとリラックスしておしまいかな。うん、ちょっとずれちゃった。いやいやいや、本当に今日も楽しい一日でしたよ、ライブして。うん、そう、今ツアー中でして、今日は福岡ですよ。福岡明日までいますけど、うん、ね、多分来てくれて、今インスタライブ見てくれてる人もいると思いますけど、ありがとうございました。うん、後ろ見てってコメントが なんかすっごい多いんだよな。どうした？なんか見えてんの？気になってしょうがない。ずっとその体勢すこ。俺はずっともうこの体勢で何もないですけど。うん、後ろすごい、誰もいないですよ後ろ。やめてくださいよ。うん、いやー、
これも部屋着です。今日私の白い T シャツ。どこだっけな。あ、ここ見て、これ見えてるかな。あ、ほんと赤ついちゃってるでしょ。これね、あのアクリル絵の具使ってね、家でちょっと絵描いたりしてるんですけど、もう飛んじゃってもうね、アクリル絵の具って取れないの、もうついちゃったら。だからこれはもう部屋着になりました。部屋着に降格しました。うん、あらま。うん、もうすぐハロウィンですね。確かにハロウィン、なんかコスプレとかしたいな。どんなのがいいんだろうね。何が似合うと思います？なんかさ、やってみたいな、コスプレしっかりやって、まあ、インスタとかでもいいけど、なんかちゃんと載せてみたいな、そういうの。スプレッターっていろいろあるでしょ。うん、女装。へえ、おぶんぐさんなんだ。ウェイドのコスプレ、あ、いいかもね。ウェイドのコスプレ、マイエレメントのだよね。うん、ウェイドいいね。声優もやらせていただいたし、関係性もあるから。ウェイドか。ウェイドってどうやるんだ。もう水色になって、顔も水色に塗るのか。ウェイドいいじゃん。ウェイドちょっと挑戦してみようかな、頑張って。その代わりちゃんとみんなリアクションはしてほしいですけど。ごめんなさいね、咳しちゃって。みんなは逆にどういうのしてるんだ。みんな普通ハロウィンの日って何してるんですか。なんか街に出て写真撮ったりとかしてんのかな、友達とかと。何もしてない。ああ、してない人もいるんだ。ハロウィンはあんまり仮装しない。でもハロウィンと思い出した。なんかすごいさ、コアなコスプレ大会やってるとこあるよね。なんか東京の池袋とかかな、すっごい細かいところに着眼点を当てた人たちが集まって、なんかコスプレ大会みたいなやってない？なんか見たことあるんだよな。知らないか。知らない。あれ、なんかさ、人事異動をしてる社員さんのモノマネとかさ、こうなんか段ボール持ってさ、部署移動する時のなんかパソコンとかこうメモ帳とか入って、こういう人のモノマネをしてるとか、すっごい細かいところに着眼点当てた
なんかコスプレ大会、ハロウィンなのか、ああいうのちょっと出てみたいんだけどな。面白そうじゃない？なんだっけ、なんかあったぞ。ちょっと調べていい？あ、もうわかんねえからいいや。ちょっと。地味コスプレ。でもなんかそういう、うん、やつハロウィンなんてな、無縁だと思ってたからな。なんかインスタも始めたことだし、今年そういうのも、まあ、乗っけるのもありだよね。うん、せっかくなら。そうしてインスタ31だよね。10月31だから撮ってちょっと載せようかな。クオリティはちょっとあれだけどね、わかんない、どうなるかわかんないけど、できたらやります。うん、ピカピカペカペカだった。すごいね。なんか後ろなん後ろの人ってさ、どう、何、あ、後ろの人何もいないですよ。だってないよ。怖いってみんな。後ろが誰も、後ろ誰？後ろ？すごいな。後ろの人もう揺れちゃってるよって何？ちょっとやめてくれよ。これ俺この後ここで寝るんだから、そんな怖いことちょっと言わないでほしいな。後ろ気になる。後ろの人を応援したくなってきた。めっちゃ動いた。めっちゃ動いてて草。笑ってるよ。一緒に後ろの人も笑ってるよ。やめて、ちょっと本当に寝れなくなっちゃうじゃん。これ出先でそういうのが一番怖いからね。そういうこと言われると。今日は何曜日だ？今日は水曜日か。まだ全然平日ど真ん中ぐらいか。あ、もうやばい。コメントがなんか後ろ肩震えてるよ。マジでやめて。ちょっとこれ話題変えないとみんなもう後ろが気になっちゃってる。なんか。何飲んでるの？あ、いいじゃないですか。お茶。お茶で。乾杯。お茶飲んでます。うん。ちょっとね、ダッシュでほんと風呂入ってここに来たから今、若干汗かいてきたわ、また。またこれ風呂ですよ。終わった後は。せっかく入ったけど。いっ
一番嫌だよね、お風呂入って汗かいちゃったって。俺もう一回入りたくなっちゃうな。うん、みんなどうなんだろう、汗かくよねお風呂上がりって。どうなんだ、危ねえ、すいませんね。二度風呂ふやけないでね。確かにね、毎日湯船には浸かりたい派、同じ人いるかな。結構いるんだな。すっごいあ、毎日使ってます。そうだよね、毎日お風呂って気持ちいいよね。大茶漬け美味しかった。あ、大茶漬けね、美味しかった。めちゃくちゃうまい。大茶漬けね、なんて言ったら、宮田さんがね、福岡で朝ですっていうね番組お世話になってるんですけど、そこで教えてもらったのかな、宮地が。美味しい大茶漬け屋さん、大茶漬け以外もあると思うんですけど、でその大茶漬けをね、このコンサート会場で差し入れしてくれて、食べるのがもう福岡では結構定番化してるんですけど、めちゃくちゃうまい。うん、話入ってこないって、え？なんで話入ってこないの？いやー、本当に目の中にできものできたことある？目の中に、目の中にってどういうことだ？まぶた、まぶた、うん、うち裏側ってこと？あるよ、なんか俺どこだっけな、この辺ね、一回あれ？ここだった気がするんだけど、なんかね、物もらいができて、物もらいが固まっちゃったのかな、もう自然に出なくなっちゃって、切って取り出した跡がねちょっと残っちゃってるんだけど、それが一番大きな出来物かも、自分の中で。あんまり目立つかな、だいぶ治ってきたんだけど、ここに大きな傷ができちゃった。うん、みんなもう俺の話ちゃんと聞いてないな。何？全然俺のお話もう聞いてなさそうですね。すごいよ、アマちゃんも限界ね。うん、ふぅ、ちょっと風しよう。今日も一日お疲れ様です。疲れたな。なんかもうコメントがもう後ろ電気ついた、え？電気ついた？消えた？
ピカピカしてる。やばいよ、もう。もう怖いからやめようかな、インスタライブ。みんなには何か見えてんのか。明日は2公演ですよ、福岡2公演やって東京に戻ります。うん、後ろ何もないですけど、じゃあ今日はこんぐらいにしときますか。もう明日も早いしね。明日は、2公演あるので、ちょっとゆっくり寝て、うん、明日に備えます今日は。うん。よし、じゃあ皆様もそろそろおやすみなさいということで、ありがとうございました。うん、じゃあまたね。あ、待って、なんか来たいって言ってる人いるわ。あれ、どうしたんですか。なんか、うん、寝る前にあのインスタ見てたら、うん、タマがインスタライブやってたから、おいでおいで。なんかさ、うん、今日のインスタちょっと怖い、怖いというかさ、みんななんか後ろ見て見て、変なの入れようって、ピカピカしちゃってるけどみたいな。うん、なぜってこと。いや不安なの、だって俺ここで寝るんだよこの後。え、どういうこと、どういうこと。なんか怖がらせようとしてるのかな。後ろ誰とか、なんかピクピク動いちゃってるとか。後ろ、後ろなくない。何がピカピカゆらゆらしてる。もう最初と体勢変わっちゃってるしみたいな。そこ危ないんだよな。みち何してたの。んもう寝る前お風呂入って寝ようかなと思って、うん、あ、今日もすごい T シャツ着てるな。なんか、あ、初音ミクです。初音様。はい、寝巻き。うん、そうそう、これ寝ようかなと思って。なるほどね。もう今ちょうどね、うん、終わりにしようと思ってて、あ、そしたらちょうどタイミングできたんだよね。うんうんうん、うん、まあじゃあみやっちガン見してるやん。え、うん、うん、あれ、すんちゃんも来た。すんちゃんなんかさ、ちょっとおいー怖いのよ。やばいってやばいって。テンション、テンションがやばい。23時半のテンションじゃない。ヤモリ、ヤモリ、やばいみたいな。ヤモリ、ヤモリ、すごいね。タマずっと見てたよ俺。あ、そうなの。うん、タマのインスタライブ。ほんと、なんかあのすっごい、なんかなんでこんなハロウィンなの。まあもうちょっとでハロウィンっていうこともあって、ちょっとね、うん、雰囲気を作ろうかなと思ったんだけど。どうした。いや、なんか可愛いなと思って。おお、風船パンプキンのなんかね、ちょっとね、なんかさ、誰って。何、なんか今日始まった途端ずっとさ、うん、後ろに誰かいるよ、逃げてとか、ニカ、ニカ、ニカ誰なの、後ろ誰なのって。いやでも別になんか俺もコメントで見てたけど、どういうこと。いや分かんない、なんかちょっと今日ここで寝るからさ、なんかちょっとこうハロウィンにもかけて怖がらせに来てんのかなと思ってた。なるほど、ね、あ、そういうことか。逆サプライズみたいな。あ、そういうことね。してくれてるってことか。勘弁してよ、もう、うん、うん、怖いからもうそろそろ終わりにしようかなと思ってたんだ。終わりに
した方がいいよね。まあでも、うん、怖いね、ここで寝るんだって。うん、よし寝よう、もう寝た、寝ますよ、寝よう寝よう寝よう、おやすみ、おやすみ、お付き合いありがとうございました、うん、またね、おやすみなさい。これ金のはどこだっけ、バツだよね、うん、これだよね。